今日のツイートを見ていたときにセッションを受け、はい、INTJ だっていう、はい、辞任されてる方、うんうん、セッションも受けた上で INTJ ですっていう認識されてる方が、はい、その昨日の勤労がナウシカだったので、はいはい、ナウシカの FE ぶりが美しすぎてっていうツイートを見たんです、ね、はい、で、はぁって思ったんですよ、はい、この週僕はこの INFJ ですって自覚されてる人と喋ってて、はい、まあこれだからあの F の民は厳しいですなみたいな話をしてたんですよ、はい、ダメですな F はみたいなところを見てた時に、うん、このナウシカの FE ぶりがあって、はい、うん、そうすると光が見えたんですよ、金色の金色の大地に立つ姫がね、はい、はーって、はい、そうやんって、うん、ナウシカがいるやんってリーダー、はい、このナウシカのリーダー、うん、あーって見つけた、はいはい、うん、僕たちのリーダー、うん、頼れるリーダーがいたって、うん、元気が出たんですね、はい、でもう僕今日はこのテンションですよナウシカ、はいはい、ナウシカなんですよ、うんうん、って考えていくと、あ、勝ったと思ったんですね。何にですか？要は、うん、ナウシカは、うん、FE っていうのを見て、はい、あ、うん、あのわしらの姫はね、はい、うん、僕のわしの手を見て、うん、綺麗って触ってくれるんやって、うん、片や、はい、クシャナ、はい、クシャナクロトワ、はい、クロトワってあの男の人ですね、うん、でそうすると、あ、彼ら T だなって思ったんですよ、はい、T の民、はい、で、まあ、ナウシカの映画では、まあ、ナウシカが昨日の映画の中では、はい、そのナウシカに軍配が上がったとすると、うん、T のリーダー、はい、誰がいるんだろう、うん、これが T だよね、 T のリーダー誰だって考えてるときに、はい、僕の中ではクリームシチューの上田かなってなったんですよ、はいはい、上田さんかって、うん、確かにあの若林さん、はい、オードリーの若林さんが、うん、あの上田さんを信用あの尊敬してますみたいなのを言ってて、はいはい、確かにあの有能っぷりはすごい、うん、島田紳助も認めた、うん、しゃべくりセブンでも、うん、名倉さんを抑えてね、うん、もう今やもうずっと仕切ってる、うん、上田さんかって、でもナウシカの勝ちだなって思いながら、はい、隊長なんか T のリーダーって思いつきます？ T のリーダー現実の世界、いやわかんない、なんかみんなが納得する、普通に T とかっていうと科学者じゃないですか、アインシュタインとか、あ、でもなんかピンとこないじゃない、なんかでもナウシカも似たようなもんじゃないですかそのレベルじゃないですか、ナウシカとかって、はいはい、はい、で、はい、他に F ナウシカ以外にも考えるんですよ、うん、そうするといやなんかあの悟空とか、はい、ルフィとか来るんですけど、うん、いやなんか嫌だなって思うんですよ、まあ嫌だなは価値観と思ってますからねもう今僕の話でしかしてないですね、はい、でナウシカとかもプリキュアは、プリキュアはね、はい、まあプリキュアはやっぱり初代がブラックとホワイトが、はいはい、ブラックがもう F なんですよ、はいはい、でホワイトが T なんですよ、はい、でも結局一番がブラックなので、はい、もうブラックが私たちがって言った瞬間に、はい、もう F のチームなんですよ、はいはい、で今年20周年でやる映画が F なんですよ、うん、はいファイナルかもしれないですけど、はい、あ、感情の話かもしれないですね、はい、でもなんかそのサマータイム連打っていうアニメで、はいはい、主人公が俯瞰してみろ、うん、俯瞰してみろ、うん、っていうのが、まあ、T っぽいんですよね、はいはい、ちょっと離れたとこで、うん、ちゃんと論理立てて考えよう、うん、自分の感情は置いといて、うんうん、でそれと一緒に共にする女の子、うん、はい、主人公格の女の子は、はい、F なんですね、はいはいはい、私がやってやらーみたいな、うんうんうん、来たいから来たんだよ、食べたいから食べるんだよ、うん、みたいな、うんうんうん、っていうコンビなんですけど、うん、あ、彼は主人公っぽいなって、うん、でも彼ちょっとナウシカに比べるとネームバリューが低いんですよ、はい、それネームバリューの問題、だからネームバリューの高い T って言います？ネームバリューは高いのってなんかみんながあ、それ知ってるみたいな T のリーダーって誰かいますかね？ジブリ系、いや何でもいいです。ドクターストーン、あー、センク、彼そうですね、うん、でも彼みんなが知ってるかっていうとそうでもない気もしますけどね先空っていうのは、はい、科学が一変、はい、
全部なくなった世界で、はい、蘇り、うん、そこでもう一回科学を使って、うん、世界を蘇らせようとしている男の子の話がドクターストーンなんですけど、はい、彼が T だっておっしゃったじゃないですか、うんうん、そうすると、はい、あれって彼なんかちょっと F っぽいとこありますよね。 F? F っぽいというか、うん、ちゃんと気持ちを察してくれる、うんうん、気持ちは察してる感じはしますよ、論理的に。ああそうですね、はい、場を動かすためになのか、はい、うん、彼感情組むよなって考えると、はい、ナウシカって、うん、F かっていうのも思ったんですね。まあまあ T っぽいところもあるよねっていう。だって あいつ、はい、こもるじゃないですか、はいはい、無菌室に、はい、ここだと息ができるのってマスク外すじゃないですか、はい、あれ、うん、T ではって、はい、結局両方使える必要があるってことじゃないですか。多分そこなんでしょうね、はい、なんていうのがね、はい、なんかぐるぐるしております、はいはい、ルパン、はいはい、 T っぽい T っぽい、まあ F っぽいところもある。でも彼多分 T でしょうね、うん、あそこみんな T っぽいですよね、うん、だとルパン F っぽくないですか。あ、どういうことですか。 F 次元、五右衛門、藤子ちゃん、 F 要素はすごいたくさんありますよ。で、論理的要素もたくさんある感じじゃないですか。ありますね、はい、どっちに見えます。どっちに見えるか、その場面によるって感じですよね。なんか、うん、モデルケースになるなと思ったんですよ、はい、この話を出したのはね、うんうん、要はあの僕はモデルケースがいると、うん、とても楽で、はい、あの最近はもうずっとあの大谷くんなんですね、うん、大谷くんだったらこんなことしないとか、はい、っていうのをずっと胸に飼ってるんですけど、うん、ナウシカも飼えるなと思ったんですよ、はい、こんな時ナウシカならどうするか、うん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 、っていうのを F の頂点に置いたとすると、うん、あの T の人向けにもね、はい、そういうのを置いてあげたいと思ったんですよ、はい、T の人の、はい、でもなんか神としてナウシカって置けます。ナウシカは T じゃない気もします。あ、 T もあるけど、はい、なんか T の人ってシステムじゃないですか、流れとか仕組みとか、はいはい、だからこの仕組みはおかしいみたいな話じゃないですか。そうですね、うん、でそこにこう意識が向いてるみたいな。で F の人はもっとその価値観じゃないですか、価値とか、はいはい、この世の中をもっと良くしたいみたいな。でも T の人もそういうのはありますよね。 T の人はある程度それが最優先ではないって感じじゃないですか。そのドクターストーンの線空は、はい、みんなのためなんですよ。みんなのため平等なんですよ。でも自分の科学を試したいとか自分が生きるためにみたいなのが先なんじゃないかなって感じじゃないですか。あ、確かに、はい、彼はそこかもしれないですね、はい、で F の方がカリスマなんですよ、はい、主人公には F 要素がいる。おめでとうF の人ってとこじゃないですか。まあ主人公にはしやすいですよね、うん、どうしてもこの T 側の人って、うん、マッドサイエンティストに描かれることが多い。でそれでどっちかっていうと悪役じゃないですか。悪役にされますよね。悪役か、はい、なんか主人公の補佐役かそれに描かれることが多いですよね、はい、なので主人公にしようとするとちょっとカリスマ性を持たせようと思うと F 要素を追加していくルパンみたいな旋空とかはい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 、だから T だけど F 要素もたくさんあるみたいな感じじゃないですかね、はい、ラピュタ、ムスカ、はい、T の人ムスカを置きたいですかトップに、トップにこっち側がナウシカを置いてる、はいはいはい、それを喜ぶ T もいそうですけどね。あ、ムスカでいいですよって、うんうんうん、ニヤニヤしながらいるかもしれない、はい、アニメとして受けるには F 要素はどうしても入れることになると、うんうんうん、日本では F が国民性なのでと、まあ、そんな匂いはしますよね、うんうん、半々のはずなんですけどね、わかんないですけど多少の誤差はずれはあると思いますけどね、はい、漫画家に F が多いのでいくら T を作ろうとしても F に行くキャラは多いと。でもなんか、はい、バックマンとか見てるとすごい T っぽいですけどね、はい、あ、だから漫画家も、はい、うん、そういうのを計算して、うん、足しとけって言う人のが、うん、漫画家は多いのかなって思ってましたけど、漫画自体が価値観だからじゃないですか。自分の伝えたいことを伝えたい、はいはい、ってなるとやっぱ価値観の人 F の人が多いんじゃないですかね。あ、そう、本当にシステム的にこういうのを書けば売れるって書いてる人がいないんじゃないかなって、うん、いるのかなあとはなんか売れてる漫画家さんはなんか
NF の人が多そうですけど、ね、なんか思いが強そうじゃないですか。思いは強そうです宮津、はい、そうだからこう本当にシステムってこういうのを書けば売れるみたいな分析して書いてる人なんかいないんじゃないかなってあ、うん、広角機動隊とかね、はい、はいはいはい、まあ、すごい T っぽいですからね、はいはいはい、枠外まで全部文字なんですよ、はいはいはい、あの注釈が多いんですよ、はいはい、で設定が細かいんですようん、うん、リアリティなんですよ、うん、で僕が思ったのは、はい、草薙元子は T だなって思ったんですよ、はい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 、あでもこれあんまり有名じゃないしなとか、はい、一部では有名です、ね、一部ではもうすごい支持されてますけど、はい、もう何十年も何十年、はい、はい、コナン、コナンは T でしょうと。コナンは T っぽいですね。でもあいつ F で振る舞いますもんね。 F、 そう F を使いこなしてるんですよあ漫画の T、 コナン、コナン、はい、コナンあれれってあーもう、はい、T の神はコナン暫定横綱、横綱コナン、はい、うん、コナンとナウシカで、はいはい、動画ありがとう、ありがとうリッスンさん、ありがとうみんな知ってそうですもんね。動画が一本できました、はい、